皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、人生の列車に片道切符で乗るということについてお伝えしてみたいと思います。まあ、いろんな岐路があると思うんですよね。特にそうですね、人生のイベントとして大きい岐路は、まあ、結婚とか就職とかそのあたりでしょうかね。はい。で、基本的にはですね、まあ、往復切符ではないんですよ。片道切符、前に進んでいくだけみたいなのが、まあ、人生の列車っていうものの動き方になっているので、振り返る余地を残さない方が基本うまくいくし、実際に戻れる方法ってないんですよ本来は。だからどういうふうに、まあ、過ごしたらいいんですかっていうと、まあ、後悔しないように生きていくっていうのが必要になります。なので、私こう別に何だろうな、結婚も離婚も、ニュートラルにどっちでもありだと思ってるタイプなんですよね。ちなみにまあ私は結婚もしてるし離婚はしてないですけれども、仮に離婚っていうことを決意したと してもですね、まあ、それは私の人生を私が決めているということになりますので、まあ、その生きたい人生をどういうふうにしていきたいのかっていうのを話し合いはしますよ。本当に離婚したくなった時には、で話し合いをして、あ、この人とはもうそういう話し合いをしてもね、やってくれないなと、理解してもらえないなということが分かったら離れるっていうことを決意すればいいわけで、で結婚さらに再婚っていうことがねなった時には、まあ、その方っていう人が私のね人生のそれこそレールにおいて一緒に前を向かんで進んでってくれるのかなっていうことで再婚もするかもしれないですね。もう一度言いますけど、私は別に離婚願望があるわけではないですよ。ニュートラルに離婚する結婚するどちらでもいいじゃないかって思ってるということです。本当にですね、まあ周りというか離婚している方が多いですよ。はい。でそれは多分昔からもあった傾向だったと思うんですよ。だけれども多分女性がそのなんか離婚なんかしてみたいな世間体とか世間の目があったのでしにくかっただけで、潜在的にはそういう話っていうの多かったと思うんですよね、きっと。うちの父と母も離婚はしています。でも母は離婚した後の方が幸せそうでした。だからまあ結婚自体が間違っちゃうっていう時だってあると思うんですよ。だからどういう選択をしてもですね、自分が決めている選択だったら、それが親が何と言おうがですね、周りが何と言おうが、自分として OK なら OK っていう、まあ、自己肯定感っていうんですかね、自分で自分の味方にでなっててあげないといけないわけですよ。だから仮に特に、ね、お子さんとかいた場合とかっていうのは離婚っていうのは結構大きな決断にはなると思うんですけれども、私もね子供だった立場から言って、まあ、母親がね父親と不仲な状態で考えた時にですね、離婚した方がいいのになっていうのを考えてる子供だったんですよ。そんなに辛そうだったら、いや辛そうな親を見るのはやっぱ子供として辛いんですね。だからそういう点でもですね、自分が後悔しないように生きられればどうでもいいと思っているので、往復切符ではないということです。後戻りはできない。だから今のこの一瞬を後悔しない選択肢を常に選択し続けるっていう、要は自分に正直に生きることですね。でその上ではあまり世間体とかどうするこうするっていうのはあまり関係ないし、親がとかね誰がとかっていう意見も基本関係ないんです、本来は。まあ配慮しなきゃいけない部分はあるんですけどね、それだけでも、まあ、人生ねかなり気楽に生きられるようになるんじゃないかと思うので、人生の列車にはね片道切符を握りしめて
持っていただければいいんじゃないかなっていうふうに思います。それでは